火星探査者オポチュニティが2004年3月10日に撮影したホボスの太陽面通過、ホボスの太陽面通過とはホボスが火星と太陽のちょうど間に入り、火星から見るとホボスが太陽面をその大部分を覆い隠しながら黒い円形のシルエットとして通過していくように見える天文現象である。太陽面通過の間、火星からはホボスは 太陽の表面を動きながら通過していく大きな黒い円盤のように見える。ホボスは火星の周りを極めて高速で回っているため、通常、ホボスの太陽面通過は30秒ほどで終了する。この現象は、ホボスによる部分日食とも呼ばれる。ホボスとダイモスの軌道ホボスは、太陽系の衛星の中で最も主星に近い軌道を周回しているために、頻繁に火星表面に、 半影を映し出している。そのため、フォボスの太陽面通過の際には、火星の表面には、フォボスの半影が、直径数キロメートルほどの円形のシミのように、映し出され、火星の表面を高速で通過する。フォボスの太陽面通過の際に、火星表面に映し出される、この半影は、火星探査機、マーツグローバルサーベイヤーなどによって、数多く撮影されている。 ホボスの軌道傾斜角は、ごく小さく、火星の赤道軌道を周回している。そのため、ホボスの影が映し出される緯度の変化は、火星の季節の変化と対応している。ある地点において、ホボスの影がその緯度を通過するとき、次に、ホボスの影がその緯度を通過するまでの間に、その地点では、ホボスの太陽面通過をおよそ6回にわたって、観測することができる。 火星探査機オポチュニティは2004年の3月7日、3月10日、3月12日に、ホボスの太陽面通過を撮影した。2004年3月7日に、火星探査機オポチュニティによって撮影された、ホボスの太陽面通過。上段は、協定世界時、下段は、撮影地点の地方太陽時。2004年3月10日に、火星探査機オポチュニティによって撮影された。 ホボスの太陽面通過。上段は、協定世界時、下段は、撮影地点の地方太陽時。2004年3月12日に火星探査機オポチュニティによって撮影された、ホボスの太陽面通過。上段は、協定世界時、下段は、撮影地点の地方太陽時。ありがとうございます。